今回はですね、女性が男性にクリスマスデートの時に着てほしいアウタートップ3を紹介していこうと思います。事前に、ディーコイの女性スタッフにですね、5つのアイテムの中から投票制でちょっと選んでもらいました。まず先にトップ3を紹介しようと思います。第3位がダウンジャケット、第2位が、ダッフルコート、そして第1位がチェスターコートなんですね。はい、第3位のダウンジャケット、はい、これちょっと意外かもしれないんですけど、例えばダウンジャケットだったらこうすごくあったかいじゃないですか。でデートも外を歩いたりとかこう寒いシーンも多いので、防寒も全然優先してくれてもいいよっていう女性も結構いるんですよ。堅苦しくないし、あったかいししっかりっていうところでダウンジャケットっていうのは一つ票が集まる理由は納得できますね。2位のダッフルコートなんですが、今回選ばせてもらったダッフルコートはもうロング丈なので、はい、大人っぽさもしっかりあるんですが、まあ、こうトグルボタンとかフードがあったりとかっていうところで、こうなんか親近感とか温かみっていうところもあるので、あまりこう綺麗めすぎずでもロング丈でしっかり着れる感もあってっていう程よいところがいいかなと。それでは第1位、もうこれはちょっと男性陣も予想していたのではないかなと思いますが、チェスターコートというところで、まあ、女性もクリスマスデートっていうところで結構特別な時間っていうのをイメージして、あの女性自身もおしゃれをしてくるので、それにこう見合うようなこう同じくらいこうその雰囲気のことを考えてくれてるよっていうのがこうコーディネートで表しやすいのがチェスターコートかなと思います。はい、それではですね、今のトップ3のアウターを使ったコーデを、まあ、一つずつね、毎日にちょっと選んでもらいましょう。まず一つ目が、こちらのチェスターコートを使ったコーディネートになります。はい、今回はネイビーを選んでいます、はい、で中に合わせるニットはグリーンを選んで、ネイビーとグリーンで落ち着いた印象に仕上がるようにしてみました、はい、でマフラーがこう防寒の意味合いもありつつ、まあ、こう首元のアクセントというか、こうスラッとこうスタイルよく見えるためのこう顔周りのアクセントっていう機能もあって、全体的にこうしっかり大人っぽくまとまったコーディネートになってます、はい、次にダッフルコートを使ったコーディネートになります。こちらも大人っぽいネイビーのダッフルコートを使っているんですが、ダッフルコートの親近感とかちょっとこの可愛らしい感じっていうのがあるので、パンツは、テーパードパンツでしっかり大人っぽく、でインナーはシンプルな白いニットで、こちらもシンプルに大人っぽくして、まあ、コートとのバランスっていうのを考えてみました。第3つ目が、ダウンジャケットのコーディネートになります。ダウンジャケットは、まあ、言わずと知れたカジュアルアウターなので、はい、ベースはシンプルに、で黒スキニーでしっかりきれいめ感を出しています。でネックがある服を着ることで、まあ、首元の方隠れてきれいめ感も出ますし、こなれたおしゃれな印象にしやすいっていう面もあります。ぜひですね、まあ、男性陣には今回の動画を参考に、クリスマスのね、デートコーデを、まあ、作ってみてもらいたいなと思います。で今回使ったね、3つのアウターは、概要欄に記載の URL からご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しています。もしよければチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。意外ですか？ダウンはものすごく意外ものすごく、やっぱり男としては綺麗めなね感じアウターなものが行きがちかなと思ったんで、まだ始まってます。あ、終わりました。めっちゃ今めこちらおすすめのアピール動画になりますので、ぜひチェックしてみてください。